こんにちは、AV 関西の岩本です。待ちに待った ZR のミドレンジが来ました。 QDD どれぐらい待ったんや。半年以上ですよね。待ってやっと来て乗った瞬間、うわ軽っ、大丈夫かよと思いましたけど、実際これ撮ってる今もうジャガーにも付け替えました。結論から言うとめっちゃ良かったです。なんでなんかっていうのをちょっと考えてたんですけど、まずこの奥行き、これですよね。結構あるんですけど、オーディオ好きな人だったら結構ね試されたことあるんじゃないかなと思うんですけど、塩ビの配管とかにスピーカーポコって乗っけて長さ切ってみてどれぐらいがいい音するかなんて実験は多分オーディオ好きな人だったらやってると思うんですけど、僕も昔よくやってました。ちょうどいい頃合いっていうのがあるんですけど、これまさに奥行きを持った作り方で音作ってますね。めっちゃ上手やと思います。ユニットがいいというよりもこれ構造で音作ってますよね。しかも取り付けは両面テープで貼っ付けろ、適当やなと思ったんですけど、逆にどうせ車やったらピラーとかやろ、そんなろくな付き方せえへんやろ、だから物はもうスピーカーで演出してやるから変な共振を稼ぐなっていう、そういう風にも取れるかなって思ったぐらいよくできてました。これは構造的なものやと思います。で、今までついてたブラム8センチぐらいのユニットの中ではすごいよくできたユニットで音いいなと思ってたんで、 ZR に変えて悪くなるっていう可能性当然あるよなと思ってました。倍ぐらい値段はしますけど、でも今回使ってみて思ったのは、構造っていうかこのどうつけられるだろうっていうところまで理解して音作ってきてる ZR すげえなと思いました。なのでこれからうちミドレンジにその作戦をパクってみたいと思います。今後こういうユニットに NB の配管を何センチかませたらどんな音がするかっていう実験をピラーでしていってみたいなと。エンクロにするとコワッコワ言うんですよ、どうしても、まあ、大きかったら言わないですけどね、車ってちっちゃいエンクロになるのでコワッコワ言うんですけど、後ろ抜けてるんですよね。こんな風にコワッコワ言いませんでした。コワッコワ言わへんけど、うまいこと圧がかかってこれ自体の音で響きというかミッドレンジのツヤが出てますね。だからやるなぁと思ってめっちゃ考えてますよね。あるなぁ。で、まあユニットだけでこのすごくいい作りをしてるこういうユニットも、こういう頭のいい人が考えた構造的なものをパクってやれば、音好きな人はやってると思いますけどね、こういうこと。でも実際こう車で安定した音を作るためにこういう構造にしようって発想しないじゃないですか。発想してるとはすげえなぁと。やっぱこれ普通にポコッとつけてしまいますよね。もしくはエンクロにしようっていうことはあるかもしれへんけど、そうやと思ったらスピーカーこれに合うような塩ビの配管にポコッとこれ乗せてみてください。結構やろうとしますから。もう5センチぐらいのスピーカーでもうよくやって遊んでましたけど、それの長さを変えたりとか後ろになんか詰め物のを変えたりすると音も変わっていくんですが、自分が一番好きなところにエネルギーが集中するような箱にするととってもいいと思います。でもそれをこれは強制的にこうそう音が出るようにもうすでに作られてるのでやるなと思いました。後でちょっと車の方も聞いてもらおうと思います。車の方にやってきました。こちらはもう取り付けが終わった状態です。せっかく両面で付けれみたいな風にメーカーが思ってるんだからということで、これは両面でちょっと浮かしてピラーの取り付け部の音があんまり出へんような感じにセッティングしています。ちょっと聞いてもらおうと思います。定番のシネイってみたいと思います。Stream that runs to sea. Listen to my plea. Listen, willow, and weep for me. Gone, my lover's dream. Lovely summer dream.どうですかね。そんなめちゃめちゃ違うってことはないんですけど、でも聞いてるとやっぱりね色ツヤが全然違います。良くなってると思いますね。この車になってからピアノよく聞くようになったんですけど、
と言えなくなってしまう、そんな気がして、私には鏡に映ったあなたの姿を見つけられずに、私の目の前にあった幸せにすがりついてしまった。作ってあるミッドレンジだと思います。やるなっていう印象がすごいありますね。 ZR ってあんま使ったことなかったんですけど、納期が待てる人にはおすすめかなって思いますね。でも普通半年待てないですよね。そこ微妙ですけど、ユニットとしてはとってもいいと思いますね。23万円やったと思いますけど、高くないかな。ほとんど車の音ってミッドレンジで決まると思ってるんで、いいミッドレンジは車にとって必ずいいことが起こると思いますから、このミッドレンジはありですね。想像してたより良かったです。こんな感じでございました。これでジャガーは一応予定通りの仕上がりになりました。やっと半年待って揃いました。ありがとうございました。 Ladies and gentlemen, good evening. Welcome to the lovely Greek Theater. Some useless but nonetheless necessary information for you thatProbably some of you have spoken to your friends that might have come here last night or the night before. Last night was sold out, the night before was sold out, and I have to tell you something. We didn't have a concert here, we had an event. It was fantastic. And if we tonight get 60% of what we had last night, we're going to get some rock and roll. You're sounding like a Saturday night audience. Very briefly, the first time in America,From Japan, put your hands together and give an LA welcome, a warm welcome, to the Yellow Magic Orchestra.
We've planned love.